今日はつなげて午後アンパンマン1を開封するよ。一つ目はこの列車、アンパンマン号の列車だよ。こんな感じのが入ってるみたい。なんかアンパンマンが運転手になっているね。じゃあどんな感じのものが入ってるのか開けて中を見ていってみようね。よいしょ。どんな感じなのかな。あ、まずはラムネ。ラムネが入っていたよ。これはクローバー、四つ葉のクローバーのラムネだよ。そしてこんな感じ。これは、あ、すごいね。なんか虹の色だよ。そしてアンパンマンがここに飛んでいて、ドキンちゃん、そして食パンマン。こっちの方には、カビルンルンがいるよ。カビルンルンをアンパンマンが退治しているのかな？そしてジャムおじさんにバータコさん。メロンパンナちゃんもいるね。赤ちゃんマン。メーケンチーズもいたよ。で、こっち側は、メロンパンナちゃんに赤ちゃんマン。そして、ジャムおじさんたち。こっちはバイキンマンを、アンパンマンがアンパンチで退治してるのかな？これは、あ、すごいね、これね。横に、こんな感じで開くと、ここには、カレーパンマンとクリームパンダ。そしてこっち側は、バイキンマンとコキンちゃん。こんな感じのおもちゃになっているんだよ。それじゃあ転がして遊んでいってみよう。こんな感じで結構勢いよく走らせて遊ぶことができるよ。そして走らせてる途中にこんな感じで横の羽を出すと、ここから列車の中からカレーパンマンとクリームパンダが飛び出してきた。危なくないのかな？こっちの方では、バイキンマンとコキンちゃん。こんな感じで遊ぶことができるよ。そして、後ろのこの棒を倒すと、連結して遊ぶことができるんだよ。長くしていくと、どんどんと楽しくなっていきそうだね。つなげて、ゴーゴーアンパンマン。楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。